俺だ。どう、こんにちは。うん、いいんだろう。いい。最年長2名はどうかな。最年長5名まだ来てる。正直まあ、追い込むところでもあるけど、筋肉系やったら筋肉系とあと腰とかやったら意味ないけど、そこはもう言う勇気も必要だけど、しっかり言ってください。そこは大丈夫なんで。で、今日もまた体重多くやっていく。本当におかしいと思ったらもうすぐ早めに言うように頑張っていく。で、やっぱ試合でいい雰囲気やるにはこの毎日の積み重ねが本当にめちゃくちゃ大事と思うわけ。その1日が良くて次の日がダメとか絶対ダメと思うし、やっぱ継続的にやっていくことが試合で出てくると思うけど、いい雰囲気でね、昨日みたいにもうチャレンジすることを恐れることなくね、しっかり練習からやっていってほしいと思うんで、また頑張っていきましょう。じゃあ、一周走って、二人組行こう。オッケー、行こう。行こう。ボーマさんいる？え？なんで頑張ってるの？組とか終わってる。組やればいいじゃん。終わるよ。あ、いる？いや、やってる。昨日はギリギリ直す。いや、行ってないよ。ギリギリ。行ってないよ。凛太郎とか、毎回終わってる。はい。じゃあ、危ないわ。気がする。あ、壊すって言った。
あ、僕ら違うね。どうぞ。いいよ。すみません。いいよ、このペースだったら早く俺。おい、下上げろ。熱気、ジャンプ、熱ジャンプ。よし。OK、17秒。じゃあ、ゴール、移動させよう。もうね、もう、重上げがアパッチやん、お前。アパッチみたいになるよね。ブラジルゴール、ブラジ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 
対人がちょっと多くなるからどうしてもちょっと怪我のリスク出るけど、もうそこもしょうがないけど、あのわざとに怪我させようとする選手もおらんやで。ケアしたけしたけダウンしたけしたる終わろ。じゃあよいしょ。その公式戦現状2連敗してるんですけど、やっぱその天皇杯リーグ戦と今から続いてきて、勝たなきゃいけない試合が結構出てくるんで、みんなでやっていきたいと思います。これが成長ってやつ。第一歩、これが第一歩。ちゃんと聞いとった。嬉しい。2連敗ではない。あい、2連敗ではない。そんぐらいの待つ。すいません。うわ、待って、やばい。J1 の剣、J1 ね、剣、俺、それは走ってもいい。
すごい。